ご乗車になりますか？新宅のエリアの演劇を裏ルートで見に行ってみようかな。裏ルートの話が聞けましたね。もう少し情報を集めてみましょうか。この町で物を言うのは神の力よりも金。神託のあいつは蛇の道は蛇。神託の頼れる。いらっしゃい。当ホテルでは最高級のサービスをお約束いたします。装備品が揃ってますよ。さてと、次はどこですか？まさかとは思いますが、スリの被害に？ああ、やられたよ。子供だったが、手慣れた様子だったな。やはり、あの子はまだ盗みを続けていましたか。あの子、ピケットは、かわいそうな子供なんです。弁償はいたしますので、見逃してやってはくれませんか。あのスリを知っているのか？はい。あの子はみなしごなんです。どんな事情があろうが盗みは犯罪だ。お分かりになりませんか。親を亡くした子がどれほど心細いものか知っている。親のない子を憐れむ他人の同情もな。もしやあなたもご両親も？踏み込むな。どうかどうか力を貸してください。あなたならあの子と気持ちが通じ合うかもしれません。
この手紙をあの子に渡してくれませんか。あの子の父親から預かった形見なんです。どうして自分で渡さない。ピケットの父親とあんたはどういう関係だ。魔物を仕留めるハンター仲間でしたが、あの子の父親は私のせいで亡くなったんです。ですからあの子は受け取ってくれませんでした。ピケットに父親の手紙を渡してやってください。あの子が立ち直るきっかけになると思うんです。ピケットに。演奏してくれないか。あ、お姉さんがライトニングさんですか。なぜ私の名を。黒い服の子に聞いたんです。この曲をやってればライトニングお姉ちゃんが来るよって。ルミナか。そうそう、ルミナちゃん。お姉ちゃんなら知ってる曲、そう言ってたな。そうだな、聞き覚えがある。続きを聞かせてくれ。何がおかしい。ルミナちゃんが言った通りになったんだ。ライトニングさんはきっと曲の続きを聞きたがる。その時はってね。あいつのことだ。演奏には条件があるんだな。正解。続きを聞きたかったら音楽の鳴る宝箱を探せって。宝箱の鍵は僕が預かってるよ。仕方ない。ルミナの遊びに付き合うか。あの曲が街に流れたらスノーが喜ぶだろう。え、この曲大主様に関係あるの。なんで、なんで。それは言えないな。演奏してくれたら教えてもいいが。その手には乗らないよ。条件をクリアしてもらわなくちゃ。じゃ鍵を渡すね。音楽の鳴る宝箱を全部探したらまた来てよ。
今は無理よ。あいつのメロディ仮面をつけていても不機嫌は隠せないな。歌を忘れた歌姫がご機嫌でいられるわけないわ。歌を忘れた？ええ、そうよ。歌いたくても声が出ないの。病気でも患ったのか？心の方をね。私は捨てられたの。失恋で歌えなくなったのか？だって私が歌っていたのは全てが彼の曲だったから。私はね、パートナーの作曲家に捨てられたのよ。私を捨てたあいつが残していったたくさんの曲たち、旋律をたどるだけで悔しくて声が詰まるのよ。悲しくてではないんだな。あんたにはわからないわよ。そうだな、分かり合えそうにない。ちょっと待ってよ。ねえ、私を捨てたあの人を探してくれない？お礼は弾むわよ。どうして私に頼む？彼を横取りされる心配がなさそうだからね。横取りされても恨むなよ。やあよ、恨むに決まってるじゃない。裏切ったら呪ってやるから。私の愛しい人の名前はヴェルディよ。この町で一番優しい男、見つけられるかしら。努力するよ。思い当たるところもあるしな。こんな変な依頼よく引き受けましたね。この街の浮かれた空気に乗せられたかな。なぜ逃げた？訳を聞かせてもらおうか。ごめんなさい。僕はオルガなんて知りません。そうか、オルガの関係者か。あいつの恋人の行方を知らないか？ではあなたという人を見込んで白状します。実は僕がオルガの恋人なんです。適当な嘘をつくな。いやいや、本当の話ですよ。僕はヴェルディ、作曲家です。オルガに永遠の愛を誓ってますが、今は顔向けできないんですよ。彼女に捧げるために書いた354曲目の楽譜をなくして。待て、354曲だと？そんなに作曲したのか？ええ、長年の交際ですからね。よく発想が尽きないな。いえ別に、彼女を思い浮かべるだけで見えない世界から音楽が降りてきますよ。天才というか天然というか。ところが僕らの愛に暗雲が立ち込めています。愛を込めた曲の楽譜を魔物に奪われてしまったんです。というわけで、あなたにお願いしたいことぼちぼちお分かりですよね？いや、分からない。分かりたくない。では率直に頼みますけど、僕の楽譜を取り戻してください。お礼はしますから、どうかよろしく。勝手に話を進める性格はオルガと同じだな。素朴な疑問なんですけど、300曲も書けるなら。なくした楽譜のことは忘れて、新曲を書けばいいですよね。ああ、全くだ。そう言い返せばよかったのに、あいつのテンポに乗せられた。やはり関わってしまった以上、諦めて楽譜を探しましょうか。盗んだものは返さなくていい。お前のものだ。なんだこれ、手紙か？宛先は俺で。け、なんだ、親父からかよ。暇さらなんだってんだ。宛先はお前だ。読むも捨てるも好きにすればいい。言われなくてもそうするよ。あんたに何がわかるってんだ。ああ、わからない。子供の体で何百年も生きる苦しさも、親を亡くして一人で生きる寂しさも、お前にしかわからないな。そうだよ、分かってるじゃねえか。私は違ったんだ。両親は失ったが、
妹がいた。一人ではなかった分、お前より恵まれていた。ってことは、あんたも親を。ああ、亡くしたよ。親のいないかわいそうな子。そんな風に同情されるのが嫌で、他人に壁を作ったり、早く行ってしまった親を恨んだりもした。でも、妹がいたからな。僕には誰もいない。一人ぼっちだ。そうだな。一人で生き抜いてきたお前はきっと私より強い。そういう自分に誇りを持て。そして探すんだ、誇れる生き方をな。誇り？僕に誇りなんてわからないよ。ごめん、一人で考えさせて。釣りは足はあんたに使う。手紙はピケットに届けたぞ。届けたというか、すられたんだがな。それがあの子の最後の盗みとなるでしょう。先ほどあの子を見かけましたが、顔つきが違いましたよ。眼差しが実に誇らしげで、死んだ父親そっくりでしてね。もはや罪を犯すことはないでしょう。よくぞあの子を導いてくださいました。あの子と呼ぶのはやめた方がいいな。子供扱いではなく、一人の男として認めた方が彼を成長させると思う。おお、確かに。心得ました。これからは亡き友が残した子供ではなく、友の誇りを受け継ぐ男として接しましょう。本当にありがとうございました。もちろんユスナーンのみんなが。
の またのご用命を。悪く者どもよ、この世界の監禁なら救世主がミュスナーンかも。新宅のエリアには入れないけど、今裏ルートに関する情報のようです。新宅のエリアに設置手がかりになりそうです。門が開いてもきらめきの都へよくぞいらっしゃいました。 ID がないと新宅のエリアには入れてもらえませんよ。どうしても演劇が見たければ裏ルートの観劇ツアーに申し込むし、観劇ツアーに参加するには裏ル、まあ探すも何もこの町で一番目立つオキライトさん、宮殿に潜入する方法。宮殿にほど近い新宅のエリアはゲートで閉ざされています。 ID カードがないと正面から入ることは不可能ですが、中では人気のあるアトラクションが行われている。どうしても鑑賞したい客のために裏ルートを案内している人物がいるらしい。新宅のエリアでは毎晩解放者の伝説という劇が上演されています。これが大変な人気で ID を持たない一枚。宮殿の近くを貨物船のレールが走っている。そうか、モグリの客たちがレール自体に新宅のエリアに入り込んでいるんだな。そうです、それが裏ルートの正体です。おそらく何者かがレールに乗るための裏口を手配しているんでしょう。裏ルートの案内人という男を探して接触してください。解放者は笑い子の神の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、近くの隊員までお近くで現在、海中親衛隊が全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性。裏切りたければ好きにしろ、後で報いを受けてもらうが。さすが解放者さん、大胆ですな。ではお一人様ご案内。チケットに書いてある時間までに工業地帯へどうぞ。工業地帯のゲート前に私の仲間が待ってます。時間になったらそいつにチケットを渡してくださいな。工業地帯は中央通りの先、地上街の海岸を抜けたところですよ。時間厳守なわけなんで迷わないように気をつけていってらっしゃいませ。ではでは、毎度あり。
違いを悟ってもらう。くらえ！ここは勇猛。他にはいかがでしたか？飛躍。ネクトールを試してみたご感想は？役立たずだな。毒にも薬にもならない。ふむ、あれは毒と毒を合わせた液体。どうやら打ち消し合って中和されたか。少し気分が良くなった気もするが微妙だな。まともな効果は何もない。精神への作用も伺える。これは予想通り。なるほど。では成分に問題はない。次は配合の塩梅を変えるか。まだ実験に付き合えと？当然にございます。たゆまぬ歩みこそ真の断りに至るただ一つの道。次もあなたに被験体となっていただきましょう。完成いたしました。先の飛躍をもとに解毒の作用を強めた新たなるネクトール、ぜひともお試しいただきたく。おや、またの新たなるネクトール。
きのお店はみんなマスターグルメのアドバイスをもらってるのよ。